皆さんこんにちは。こんにちは。今回テデックス三重U という4月22日のイベントを紹介告知させていただくために参りました。明大学の石橋直也と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。三重大学の鈴木彩里と申します。よろしくお願いします。お願いします。同じく三重大学の佐伯奈々子と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、まずテデックス三重U ってどんなイベントなのかっていうところをまずお話ししまして、でそこから私たちの自己紹介を軽くした後、もう一回ですね、もう一回でやって、他の、この見どころだったりとかで、最後に私たち自身がこうどこが面白いのかなっていうところをメッセージとしてお伝えできればなと考えております。でまず、テレックス三重U の少し概要について、触れようかなと思ってます。で4月22日の、日曜日で13時から18時まで、13時から20時までですね。20時までで、どんなことをするのかと言いますと、三重県にゆかりのある、すごく魅力的なストーリーを持った方々に登壇していただいて、プレゼンテーションとかパフォーマンスっていうのをしていただきます。で、その中で、そのアイデアであったりとか、あとは三重県の、すごく特産物を結構出していただいたりとか、あとは結構多様な立場の大人の方とか、学生もすごく集まる場で、すごく交流の場にもなってますので、そこの魅力っていうのを今日はお伝えしようかなと思ってます。で、まずこんな軽く紹介したんですけど、私たちの自己紹介を軽く何回もして進みます。申し訳ないですけど、で改めて私が三重大学の人文学部法律系大学科に所属します石橋直也と申します。キラ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 。最近ハマってることは結構旅行が好きで、結構47都道県制覇を目指してますと。ということで、ちょっと短めによろしくお願いします。お願いします。はい、橋さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、私行きます、お願いします。バッシー先輩の後輩の鈴木彩里です。最近ハマってるのはボードゲームで、ボードゲームって皆さん知ってますか？なんかアナログゲームで電気使わないゲームなんですけど、なんかそういうのを使って初めて会った人とかと一緒に交流できたりとか、言葉を伝わなくても交流できたりとかして、そういうのすごい、そう、魅力感じてて、ですごい好きで、ちょっと今その趣味が高じてバイトもしてます。サンタスっていうお店が津にあるので、よかったら来て遊びに来てください。ここずっとばかりに告知する。そう、告知していきますよ。じゃあよろしいですか？はい、よろしいです。じゃあ次私行きます。三重大学の医学部看護学科の2年生の佐伯奈々子です。あだ名はみんなにはよくちゃんこって呼ばれてます。最近の趣味はっていうか、なんか国際交流にすごい興味があって、この夏もタイに行く予定があって、3月にそうマレーシア3週間行く予定もあって、で今はなんかサークルでドバイとタイからなんか大学の病院の方に研修医の方が見えてるので、そのなんかウェルカムパーティーとかするのを企画をちょっとやってま す。おもてなしします。はい、お願いします。お願いしますということで、ちょっとまだぎこちなさが取れてない3人なんですけどということで、まずテッドの何テッドってどんなんだろうみたいな、クマじゃないですもんね。よくテッドってぬいぐるみの方思われるじゃないですか。確かに、クマの、そう、クマじゃないんだよっていうの。クマじゃない。じゃあテッドってどんなイベントなの？うわテッド、軽くですか？テッドは、はい、なんかそもそもアメリカで始まった非営利団体で、なんだろうとか言っちゃダメ、その精神っていうのが、価値のあるアイデアを広めるっていうことで、世界中でいろんな優秀な思想家とか、起業家の方とかが、なんか科学とかビジネスとかめっちゃいろんな分野についてめっちゃ下見るやん。そう、ごめんなさい全然いいけど、すいません。なんか講演してくれたりとか でそれをなんだろう、 YouTube で見れる、気軽に見れるみたいな感じですか？本家テッドはそうです。本家テッドはそうですね。でテデックス X がついてるのは何の X ですか？あ、これはもうなんかテッドがたくさんみたいな、世界中でやるみたいな感じで、いいね、テデックス三重U は、テッドの三重大バージョンみたいな感じです。三重U はもう三重ユニバーシティで、そんな感じで、頑張っていきます。その地域にあるアイデアを世界中に広めていこうっていう活動を、三重大でやっていこうと、三重のすごく面白いアイデアとかを広げていこうっていうことを今回企画させていただきました。で今回テックス三重 U っていうのはこういうイベントなわけなんですけど、じゃあ僕たちがどんな活動をしてるのかなみたいな
ってなんかよく分かんないかなと思うので少しあのお話ししようかなと思ってます。あのミーティングとか結構頻繁にやってまして、結構いろんな子がメンバーやってるんですよね。僕たち、まあ、今あのこう結構学年も2年とか4年とかすごく幅広いんですけど、本当に上だったらもう26歳の方が今大がまされててなんか大学生なのみたいな感じなんですけど、みんな大学生で、まあ、留学生の方とか医学部とか工学部とかすごく多様な方が集まって今活動しています。でなんか結構和やかに結構毎回イベント、ミーティングさせていただいてまして、すごくワイワイと あとはまあデザインとかで結構あのパンフレット作ったりとか動画作ったりとか、あとなんか企業さんにお力いただいたりとかっていうことを普段活動をしておりますと、っていう感じで活動して、全然なんか2人とも聞くだけでなんか話してくれないんですけど、マッシー先輩がめっちゃ喋ってないことがもう一つあってですね、テッドトークスなんですよ。なんかあんまりさっきまで言ってなかったと思うんですけど、こうメインは、お話なんですね。でそのお話を私たちとあとその価値あるアイディアを持った人、まああれですよね、下は高校生で一番上は、教授ですね。そうで、私たちと一緒にこうどういう風な話にしていこうとか、アイディアどうするとかっていうのをもうなんか1回とか2回じゃなくて何時間もこう毎日毎日こう連絡取る人もいれば、こう1ヶ月に1回とかでもこう連絡取ったりとかして、そうでちょっと気合い入れてトークを作ってるっていう、そう舞台がいるんですよ、キュレーションっていう。そうめっちゃいい感じにフォローしてくれる、そうなんですよっていうのをちょっとワッシー先輩が言ってなかったので、うん、私すごい痛かったです。そうですねで感じで、まあ明大生、明大学生を中心にその若い人からこう明大学っていうのにプラットフォームを作ってですね、すごくなんかもっと面白い三重県というか地域を作っていくとかってことでやったりとか、若い世代からすごく盛り上げていこうってことを、あの三重テレックス三重 U でしていくっていうのが私たちが目指している、あの方向ビジョンですね。ビジョンです。すいません、なんかいい言葉出たかったですけどって感じでやってます。で今回、まあ、あの告知させていただくってことで、まあ、テレックスの魅力っていうのを何個かこう集めて、あの出していきたい、出させていただきたいなと思うので、ちょっとあの魅力をちょっと PR させていただこうかなと思ってます。はいはいはい、早押しですか、はい、早押し早押しですか、早押しですか、デーレンって言ってますね、デーレンっていきます、デーレン、フリップ、はいはい、まあ、1個目テレックスの魅力、魅力的なスピーカーの登壇していただくということで、今回はそのスピーカーの方々の、3人程度ご紹介させていただこうと。全部で何人のうちですか。今7人ですね、うん、7人の中、まあ、あのFacebook とか Twitter の方で全員あのご紹介させていただいてますので、ちょっと今回お時間にあの限りがございますので、あの少しだけしかご紹介できないんですけども、まずお一人目のご紹介をさせていただきます。お一人目、岡部さんという方で、あの明大学の医学部の卒業された方なんですけども、先輩ですね。先輩なんですよで先輩で、まあ、その方が今あの千葉の方で総合診療医されているんですけれども、その方が今のビジネスパーソンの方に向けてですね、こう健康、若い人から健康にしていかないとダメだなと、その総合診療をやっていく中で気づかれて、で今法人を立てて、そういったことを、どうやったら歩き方からこう変えていくことで健康にしていこうみたいなってことで、法人で活動されてるんですけども、その方のアイディアっていうのを今回、お話しいただきます。はい、でお二人目、ちょっと僕ばっか喋ってあれなので、お二人目、二人目ごめんなさい、完成あさってすみません、杉山さんっていう方、そうですね、はい、お二人目は杉山京子さんという方で、こちらの方はなんと高校生、四日市高校、そう、私四日市高校なんですけど、初めて情報出たよ、四日市高校の1年生の方で、この人めっちゃすごくてですね、9歳の頃からサックスで、路上ライブを、ずっとやってみえて、でその回数が中2でなんと1000回超えてて、でしかも日本だけじゃないんですよ、世界中飛び回って、そう、世界中飛び回ってストリートやってて、でまあそのジャンルはポップスから演歌までできるみたいで、演歌ってすごいですね、演歌までできる、サックスの演歌ってすごいですね、本当に確かに、まあまあまあそんな感じで、そんな感じでそんな感じで、まあ、その京子さんが当日で、そう、パフォーマンスを見なくては分かんないんで、はい、パフォーマンスをしていただきます、ぜひ見ていただければと、はい、思います、
で3人目は私です、ね、はい、お願いします。はい、梶浦飛鳥さんっていう方がいらっしゃってて、うん、でその方なんか私すごいその話を聞いた時おっすごいって思ったんですけど、この人生き方がすごいんですよ、うん、NHK アナウンサーだったんですけど、うん、はい、それをなんかなんだろう、取材仕事で取材して、うん、こう取材先でなんかこう出会った人に弟子入りされて、うん、でこう NHK を辞めてそこにこうガッとこうコミットしたっていうか、うん、そう、そのなんか思い切りとか人生のこのこう自分の人生のリーダーは自分だってい う, こうアイデアなんですけど、そういうのってすごいなと思って、でその体験談を当日聞けるのとても楽しみにしてます。ちょっと、はい、楽しみですね。もう3人聞いただけちょっとワクワクが止まんないんですけどす他の方のお話もぜひ当日お伺い聞いていただければなと思います。さて魅力、はい、ちょっとその2と2ですね、まあ 2, はい、2なのにちょっと3になってます、ごめんなさい、というとこはちょっと、はい、諸事情ございまして、はいはい、すいません。3ですね、多様な立場の人との交流、はい、ということですか、はい、お願いします。はい、当日あの先ほどお話ししたように学生、三重の学生じゃなくても結構他の地域から学生来たりとか、あと社会人の方も結構幅広い、まあ、若い方からすごく40、50の方からまですごく幅広い年齢や立場の方がいらっしゃいまして、すごく面白い参加者、あとスピーカーの方も、あと企業さんも少し来られたりするので、そういった方々との交流っていうのを楽しむ場合も設けておりますので、ぜひなんかそういった交流っていうものも楽しめるイベントになってますと。なんかフォロー点ある？あ、さっきバシー先輩が最初になんか13時から8時までって言ってるんですけど、うん、トーク自体は18時までで、うん、その後、うん、懇親会っていうのがあるんですね。おー、いいで、地域の、うん、いろんなお店とかがちょっとずつこうご飯とか出していただいて、それを食べながらみんなでお話できる、うん、今日楽しかったねとか、こんなトーク良かったねどう思うみたいな話ができるような仕掛けもこっちが用意させていただいているので、うん、ぜひぜひ来てほしいと思ってます。そうですね、はい、そう、三重の有名な特産物、結構お酒とかそういった、あとは食べ物とかもすごく用意 してますので、うんうん、ぜひそれも楽しんでいただければなと思ってます、うん、ということでありがとうございました。待ってます。ありがとうございました。お待ちします。お願いします。